英検準2級の問題ですね。まあ、読んだ後にちょっと10秒止めますので、読めるかどうかトライしてください。 Ginger ale is a spicy soft drink. It was invented in Ireland in the 1850s. However, the type that is most popular today was created by a man called John McLaughlin, who lived in Toronto, Canada. はい、では10秒です。はい、では次いきます。まあ、若干ですけどね、ヒントを出してみましたので、これで読めるかどうかトライしてください。10秒です。はい、では一行一行見ていきましょう。まあ、この二文ですね。まあ、そんなにまあ難しくないかなと思います。先にまあ単語ですね。まあ、ジンジャーね。これ、生姜って意味です。で、ジンジャーエールですね。で、一応、まあ、ウィキペディアで、まあ、ジンジャーエールは何かって調べると、まあ、生姜が入ったノンアルコールの、まあ、炭酸飲料ということです。なので、まあ、ジンジャーエールと。あと、単語、インベントね。発明するっていう動詞です。インベンションが、これが発明という名詞になりますね。で、まあ、有名な言葉で、必要は発明の母っていうのがあると思うんですけど、これが英語で、necessity is the mother of invention と。まあ、何かが必要だなって思った時に、まあ、発明は生まれるんだよっていうような意味ですね。で、本文見ていくと、ginger ale is a spicy soft drink だと。まあ、そのままですね。で、それは invented。まあ、受け身になってますね。作られました。発明されましたと。ジンジャーエールは。どこで ?in Ireland で、in the, まあ、1850年代に、まあ、作られましたって意味になります。で、まあ、ここがやっぱ難しいですね。関係代名詞の that と who が、まあ、使われてます。で、それぞれ二文が一文になっています。まあ、その文章、まあ、見ていきますと、まあ、一つが、the type was created by a man、そのタイプっていうのは、作られました、created されました、by a man、まあ、男の人によって作られましたっていう一文。で、もう一つが、the type is、most popular today。 そのタイプっていうのは、まあ、最も、まあ、今日最も人気があるっていう二文が一緒になってますと。で、ここの the type と the type が一緒なので、一つを that にして、ここに持ってきてるんですね。で、もう一つキーとして、この called っていうのね、があると思うんですけど、まあ、これをちょっと例で見ていくんですけど、これ本文抽出すると、the type was created by a man called John McLaughlin ってなるんですけど、そのタイプっていうのは、was created 作られました by a man、その男によって作られましたと。で、これは就職してて called。その男はまあ呼ばれます。ジョン・マクラクリンって呼ばれます。まあ、つまり、ジョン・マクリン、マクリンという名前のまあ男によって作られたというような意味になるんですね。で、まあもう一つ例として、例えば、2チャンネル was created by a man called ひろゆきね。有名なまあ2チャンネルの掲示板ありますよね。それは、まあ男によって作られました。で、その男は called ひろゆき、ひろゆきと呼ばれます。まあ、つまり、ひろゆきっていう名前の男によって作られましたっていうようなね、意味になるんですよ。まあ、こういうふうに called ね、で、まあ、就職する時があるので、これはまあ、ぜひ知っといてください。で、次に、まあ、who で二文、つながっている二文をまあ、見ていきますと、一文が、a man called John McLaughlin ですね。さっきやったやつですね。まあ、その男は、まあ、ジョン・マクリンと、まあ、呼ばれているっていう意味ですね。もう一つが、このジョン・マクリンっていうのは、lived in Toronto, Canada。トロントの、まあ、カナダのトロントに住んでいますよって二文ですね。で、この二つが一緒なので、一つを風にして、こう前に出しているのが本文です。で、まあ、これが組み合わさってるんですけど、これをまあ整理して前から読んでいくと、まあ、しかしながら、however,the type. で、これはどんなタイプかっていうと、that, これ一緒ですね。そのタイプっていうのは、type is the most popular today. 今日、最も、まあ、人気のあるタイプ。
まあ、これが主語になるんですね。このタイプっていうのは、the type was、 そのタイプっていうのは was created、 作られました。誰にかっていうと by a man、 男によって作られました。その男は called、ジョン・マクラクレンって呼ばれていますっていう、まあ、名前ですっていうんですね。で、さらにこのジョン・マクラクレンっていうのはどんな人かっていうと、この風で就職してて、この人は、live in Toronto、 カナダのトロントに住んでいたんだよっていうね、意味になります。ちょっとまあ整理してみてください。で、以上踏まえたようで、もう一回最初から行くと、まあ、ジンジャーエールっていうのはスパイシーソフトドリンクであると。で、それは it was invented、 発明されました。in Ireland で発明されました。いつかっていうと1850年に作られました。で、 however、 しかしながら、 the type、 じゃあそのタイプ、どんなタイプかっていうと that と一緒で、 the type is the most popular today、 今日最も人気のあるタイプっていうのは、 the type っていうのは was created、 作られました。 by a man、 まあ男によって作られました。 man はどんな男かというと、called to John McLaughlin って、呼ばれている。ジョン・マクラクレンという名前の男によって作られました。で、さらにこの人っていうのは、ジョン・マクラクレンっていうのはどんな人かというと、彼は、who lived in Toronto, Canada。カナダのトロントに住んでいましたっていう意味になります。